が両方響き合ってこの世に現れてこないと、そのね、本当のことっていうかね、断り、人の世の断りは発言しません、発言って動かないって美玄先生は言われていまして、それで数のことはね、古語で数で、これが数っていうのがね、父のことです、お父さん。それで、言葉のことはね、いろは、いろはって言って、これをね、お母さん。で、かぞといろはが響き合って、いろんなものが含まれていきますっていうのをね、すっごく、美玄先生はかずたまの先生でしたけれども、そのことたまも大事ですよっていうことを教えていただいて、で、数がね、言葉に変換できるっていうのはね、日本語の特徴です。泣くよ、うぐいす、平安京とか、ね、それも泣くよとか。泣くよで、泣くよか。できるもんな、この話ね。これね、数字を言葉に変換できるっていうのはね、これがまあ、暗号みたいに変換できて、うん、でそれが世の中にずっとね影響してきますっていうね、いる人で、かずたまをね、この間も13階段、ここでもね一遍お話したことあるんですけど、13階段が大事な数で、そこに鍵がある、あるんだよっていうような話もすごくみんな喜んでくださって、でいよいよ次回はね魅力三名版のね、九九八十一の義理の断りのお話もちょっと深めてさせてもらうんですけど、私は自身がね、言霊をね勉強しようと思ってもほんま難しい、言霊っていうのがね一体何かが全然わからなくて、それで日本はね四季島の大和の国は言霊の先はう国ぞ、まさきくありこそっていうのが、柿の本の人柄がね斉明天皇の時代660年に呼んではって、で言葉がね、言葉一字一字が神様、今日ね資料を渡したみたいに、日本は母音と子音が組み合って、で全て母音に響いて、一つ一つあだったあって言っただけでね、もういろんな事象が分かる、その単音で分かるっていうのは日本語の特徴っていうかね、ABC とかいろんな言葉でね、それが一つの意味をなすっていうのはなかなかね、世界たくさん言語あるんですけど、やっぱ日本語は全てあいうえおあうえい、一つ一つが神さんであるっていうのも頭では分かってるんですけど、それが一体どういう意味かがね、もうほんまに分からなくてね、言霊を勉強せなあかんなあかんな思いながら、ようやくまあその取っかかりに来て、私なりに言霊はこういうことかなっていうのを思い出して勉強せなあかんなという、今取っかかりなんでね、皆さんもちょっとこうひらめいた時にね、お知恵拝借したいんですけど、宇宙は数でできているっていうね、言われているのも、それはまあ数は大事だっていうことなんですけど、それと同じようにね、聖書にはね、初めに言葉があった。で、言葉は神であった、ね、で、やっぱりね、言葉っていうのがなかったら、いろんなものが生み出せないね、その聖書の中で神様が光あれって言ったら光が出たとかね、でそれ言葉でいろんなものを生み出していきはるから、これって本当はね、そこまでの力が言葉にあるんやなっていうことをね、ちょっと突き詰めたいなとかは前からぼんやりと思ってたんですけど、言葉の勉強をしようと思った時にね、2000年にあるね、言霊の霊能者っておばあちゃんに会ってるんです、うん、でその方はね、織田の早苗さんってもう亡くなった方ですけどね、田園調布にお住まいのおばあちゃんでね、アインシュタインが日本に来て講演した時に、女学生やった時、織田さんがアインシュタインの話を聞いて、
でもうすっごい啓発を受けて、その霊能とかそういうものを一生懸命研究してたらね、すごくね、あの霊能が開けてね、でここの第三眼にね、あのテレビスクリーンみたいにね、いろんなものが上から降りてきて見えるんやって。お昼でもここの第三眼にね、こうスクリーン上に、例えばこの人はね、あの言霊をあの研究してたから、漢字が降りてきて、この漢字はどういう成り立ちかっていうのがザーッとあの開けて分かるようになりはったおばあちゃんなんです。で、まだ SNS とかそういうのはなかったんですけれども、その方にお習いした、林先生っていう方がね、そのいっぱいその言霊の研究の話とかも伺ったことあるんですけどね、やっぱりね、日本人はね、この第三眼、ここがね、ものすごいね、あの神様からのエネルギーが降りてきて、直感とかいろんなものがね、こう見えるっていうかね、そういう民族であったはずなのに、